ありがとうございます。あ、そうだ、次の話。新衣装届きました。もういつでも着れます。一個来ました。からまた日程を決めてね、お披露目したいと思っています。日程どこしようかなーって、どうしようかなーって思ってます。いつにしようかなーって、今月末とかでいいんじゃない？9月26とか、いや5か、9月25とかどう？みんなどう？予定。か29かなあ。25、29が空いてる。いいよ、今コメントして25は29で。多数決です。土日は厳しい。土日か。いける。じゃあいける。10月1日もいけるかな。10月1日もいける。25、10時か。20かでも多いな、これは。じゃ、25。25何時？29は次の日休みでしょ。またもう、アンケートろ。ごめん、アンケートります。25か、29。どっちですか？おい。アンケバーン！まず日付、日付ダイス。もう25や、これは。圧倒的25。ごめんね、29がいいって言ってくれた方。次、時間です。時間。21、22、23でいこう。もう3択。ボン。朝一なわけないだろ。さあ、残った残った。ああ、でも22時が人気だな。やだろ、朝6時に お披露目する推し。MMO やって、よし、今日のデイリー終わったーっつって朝6時にお披露目する推し、やだろ。目覚ましになる。よし、決まり。25、22時。25、22時で。お願いします。次の話。やばい。やっぱ雑談下手だわ。もう喋ることないなった。シングルの話。まあ、シングルの話、イベントの付随してやったからな。シングルの話、まあ、いいか。8月。32。はい。これはね、正直ね、インタビューで答えすぎててね。